第225回ロビーコンサート。今回は岩城亜由子さんのバイオリンと北浜ゆまさんのピアノで、パッヘルベル作曲カノン、クライスラー作曲愛の喜び、エルガー作曲の愛の挨拶など7曲を演奏しました。それではその7曲の中からショパンの遺作となりましたノクターン第20番をお届けしましょう。どうぞお聴きください。